この時間は暇やからね。はい。うん。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、いろんなことを思い出いって。はい。あの、すぐなれるように。いや、なんかこのお店ってなんかほんま明るいっすよね、なんか。うん、明るい。いやい、店長のおかげっすよ、絶対。いやいやいや、女じゃないよ、みんながいい子やから。<laughs> めっちゃ可愛いもん、なんか。ええー。めっちゃ可愛い。なんか癒される。 ああはい。ね、癒やされる感じしますなんか。ほ、ま、やろう。う<あ>なんかこのキーホルダーにしたいっていう感じですかね。わかりますかね。んか何やねん,ねんなんかこれになんかこのチェーンつけてなんかこの持っときたいぐらい。なやねん。めっちゃ <laughs> いやめっちゃ僕一緒にこうやって言ってて癒されますもん。ええ、マザーユニットが来ねえよ。好きな食べ物とかあるんですか。いや、ありよ。え、なんですか。 えー、え、わたがし。めっちゃ可愛い。ええ、大人なって、一番好きな食べ物す。めっちゃ可愛い。ええ、わたがしじゃ、ずっとあげてたら、幸福度はマックスって感じですか。かうあ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。うわ、なんか、このちっちゃい檻に、この入れて、わたがし、ずっとあげておきたい感じですよ。なんかああ、でも、それでも、俺に言うのも。ええー、そええー、小さい頃から、わたがし好きで。ええー、今もですか。やっぱ、思い出込みで、好きよね。<laughs> え毎日食べるの、わたがし。敬語を使ってないよ あれ、タメ口になって。あれ、声。タメ口になって。<laughs> あれ。うん、俺、俺がヘリウム声やったから。はい。砕けてタメ口になったやろ、なんあ,あ。すみません、声、え、あれ。うん、あの。ヘリウム声。じゃないよ。あ<ー>。人間性見るために。 すくその方法、うん、見下したやろどっかでいや見下したというかほんまに可愛かったんですよ今は全然書いてほいですっていうか人に「そん言うな」「ちっちゃい折り入れて綿菓子あげたい」とか「キーホルダーにしてぶら下げたい」とか言うな、うん、すいませんでしたそれぐらいめちゃくちゃ可愛くてごめんなさい二次元のキャラみたいに見てましたそういうふうに見るなすいませんでしたうんびっくりした 来た声変化の波動がいい、ね、<laughs> 何のためにやってるんですかそれ <laughs> 人間性見るためやいや他,他ありそうやけどいろいろ人間性めがんねんないねこれね <laughs> じゃあかわいい怒っててもかわいい一 <laughs> 人大切実況 いやすいません。なんか現実の人やと思われへん。ほんまにやっぱ二次元から出てきたみたいな。<laughs> 一緒に帰る <laughs> おはよお前す,すいます。すいません。なんかポロッと出ちゃう感じ。へ、ええ、おかよ。ええ、あそんな結構パッて切れるんですかヘリウムって。途中でなくなってるよ。<laughs> あそうなんですね。地、うん、声でヘリウム声出す。<う>あすいません、なんか。うん。なんか、そんなも含めてでも可愛いでっす。なんかヘリウム吸って人間性確かめるっていう。<laughs> はい。すいませんでした。 またバイトが一人減ったわ当店のユーチューブチャンネル皆さんよかったらぜひ見てくださいよろしくお願いしますしっかり言わんと登録者数増えへんよ頑張ってねお、なめ腐ってるやんああすみません舐め腐ってるやんホンマにあごめんなさいすいません,まん子供扱いしてるやんいや可愛すぎてトントン頑張ってねやないでごめんなさい可愛すぎてすみませんやっぱ離れたくないです可愛すぎて いやずっとその声でいてくださいでもこれおっさん声嫌なんですよこれが俺っても分かったやろいや分かったんですけどまあもう可愛くないやろ <laughs> いやでもよぎりますけどそれかき消すぐらい可愛いんですよヘリウム声がだからずっとヘリウム声でいてほしいんですよもう俺の可愛さ消さなあかんやお前からほらうわー最悪や <laughs> うちゃうちゃおっさんやんなんやねんもう <laughs> 僕たちの本気です

すげえ。すげえ。すっげえ。<laughs> これはもう二度とできんやつや。ジャルジャルタワー